中華連邦主義の支持者は、鉄血18世紀と19世紀を使用することが多い。中華連邦主義、または中国連邦主義とは、中国を連邦主義国家にしようとする政治改革案。主な目的としては、中国統一を実現しながら、中国本土の政治体制を、現在の人民民主独裁から、ロシア、アメリカ、ドイツのような連邦民主主義国家へ改革する。 こととされているこの思想が初めて登場したのは中華民国初期で主に軍閥問題に対する解決策として提示された。一部の有識者は中国の連邦体制導入は国家の統一を維持しながら地方自治の導入を実現できると考えている。連邦制国家の名称は大中,中,華中,華中華連邦共和国中華連邦中華連合共和国中華連邦共和国 中華民主共和国等が提案されている。侵害革命が勃発した際 K14 省が新からの独立を宣言したが、この段階においては、将来の中国の体制については何も考えられていなかった。バリ百林と任霞は共同で新国家、大韓連邦民主共和国設立を宣言した。新国家の名称に関しては、孫文が提案した。 中華民国が採用されるものの、英訳に関しては統一されておらず、新その日率いる古軍と特府は一時的に、ユナイテッドプロビンセス・オブ・チャイナを使用していた。遠政外政権1912年1月1日、孫文は臨時大総統宣言において、省の自治問題について、次のように述べている。国家の幅は広く、各張固有の個性がある。これまで清朝は、 中央集憲法の講師を強行し、憲法を軽視した。今や各省は連合し、総合自治が行われ、行政は中央政府と省との調整に当たることを大公の条文に掲げる。これが内事の統一である。1919年、両慶長は解放と改革の中で、人民は旧式の大義政治は中国に不向きであると確信し、ゆえに、 国民の自己決定の最終権は常に法律で保障することを主張する。人民は国家組織は地域に基づいていると確信し、ゆえに統一に必要な時まで中央の権限を制限することを主張する。人民は各省、各県を呼び各しに至るまで地方自治の基本法が自動的に制定されると確信し、国家はそれを承認し、 維持していかなければならないことを主張する。と述べ、連勝自治を提唱した。軍閥拡挙時代1920年、北京に各省区自治連合会と自治運動同士会という二つの連合組織が誕生した。また天津には五省一区自治運動が、上海には古自治連盟連合会が設立された。1921年に湖南省は最初の 水海南省憲法草案を公開し、浙江省、雲南省、四川省、関東省の各省も省憲法を制定、湖北省、厚生省、福建省、仙政省、山西省、貴州省、厚生省、チャンス省なども憲法上の自治権を積極的に議論した。昌平林はこの連邦主義の運動を連召自治と呼称した。 連勝自治運動の推進者は熊丸都市であり、湖南特軍の丹野部が最初に湖央した。1920年7月22日、丹野部は政府の国民変換と湖南人の自治、国民感情に応じる省庁候先生と水見南省を実現を唱えた。これに対して石湖省の露営省、関東派の陳経明なども湖央した。10月には、 小平林が調査に招待され、丹野部が実行する村地小自治の奨励を行った。11月2日、丹野部は連勝自治を提案した。これはそれまで提唱されていた一小自治よりも進歩したものだった。11月9日には、小平林は北京の駅予報において、もし連勝自治の政府ならばという投稿を発表して指示を表明した。 1922年1月、湖南省憲法が交付され、四川派、雲南派、紀州派、関東派、旧厚生派、新厚生派、暗記派や法典派などの地方軍閥がこの流れに、こうした。1922年9月、古敵は自治省の下で統一された、連邦国家の設立を提唱し、長和妻、帝定与、沢、半地から山、 党がこの連邦制を支持した。孫文は、連勝自治では、民主主義を促進できないと考え、県ごとの地方自治実施する、文献制を主張した。そして連邦制の採用は、国家の崩壊につながると主張し、連勝自治に反対した。1922年夏、孫文は、小石市に、北伐大本営を設置し、連合軍を結成して、厚生省を攻撃。 中国統一に乗り出した。関東派の陳慶明は、北伐停止と小憲法制定の優先を主張し、両者は激しく対立した。やがて広州に戻ると、1922年6月16日、陳慶明は、関門山の総統府を、攻撃、6.16事変が勃発した。孫文は、小海石、陳作などに護衛され法還、栄豊かで、広州を脱出。 上海に逃れた。1926年、孫文の後継者となった蒋介石が北伐を継続して、湖南省に進行、駅死が発生したことで、中華民国は国民政府に統一され、連勝自治の主張は下火となった。中華ソビエト共和国西北連邦の国旗1922年7月、中国共産党は中国共産党、 第二次全国代表大会において、統一中国本部、モンゴル、チベット、ウィックルに自由連邦制の中華連邦共和国を設立することを提案した。さらに、中国の少数民族は民族自決権を有し、独立できると主張していた。1935年5月30日、中国皇能皇軍大四方面軍の長国党は、四川省、し県において、 中華ソビエト共和国西北連邦を同年10月に設立した。また1936年5月5日、グレド社共和国とボバ人民共和国が設立され、両政権で中華ソビエト共和国西北連邦を構成した。共産党は1945年から1946年末までの国境会談期間中、将来の中華民国憲法に、 連邦制を採用を主張し、小憲法を制定できるよう明確に規定すること。中華民国総統は将棋会から選出を行うこと。の2点を要求した。国境内戦勃発後、中国国民党が主催する中華民国憲法に小憲自治が規定され、各省で自治法を実施可能となったが、連邦制の採用はされなかった。1947年初め、 中国共産党中央初期どころ事務局長だった。習恩来は、延安で、現在の憲法は、地方自治を制限しており、独裁的だと非難した。内モンゴル自治政府内モンゴル自治政府の政府期1947年、中国北東部で成立した内モンゴル自治政府は、連邦制度のもとで、自治実現を目指した。1947年10月の内モンゴル自治法の、 記事では次のように述べられている。また、自治政府の政府網領の規定の中でも次のように記載されている。自治政府は高度な自治を実行するため、次の指標を掲げた。土地の所有権を有する。モンゴル自治政府政策綱領では、モンゴル国土の完全性が保護され、牧草地を保護し、自治地域の多民族地の既存権利を保護する。と明確に規定されている。 モンゴル人は土地を私有化せず、貴族及び平民の共有であり、公領には、相有権という用語が登場する。自治地方軍隊を有し、部隊名は、内モンゴル人民自衛軍とする。公領には次のように規定された。内モンゴル人民自衛軍を発展させ、人民自衛軍は国民に忠誠心を持ち、国民に忠誠心を持ち、政府を支援しなければならない。 政府機を有する。自治政府は独自の旗を掲げた。政府機は赤、青、赤の横三色で構成され、青の中央には十字のクワとムチがあり、その上に紅の星がデザインされている。クワはモンゴルの農民を表し、ムチはモンゴルの遊牧民を表す。赤は革命を、青は モンゴル人を象徴している。紅の星は内モンゴル人民革命党を前進と、する内モンゴル共産党作業委員会を表している。1949年の中華人民共和国設立後、中国本土は単一国家の生態を採用した。中国共産党はそれまで自身が提唱していた民族地区の連邦制に反対して民族区域自治を実施。 ダライラマ14世のチベット自治計画は国家分裂を企んでいたと主張した。香港とマカオの返還、さらに台湾の貴族問題が浮上すると特別行政庫を設置する一国二制度を解決策として提示した。1983年、東昌平が用地から堺と会談した際、台湾問題に関する彼の主張は登録上と一国二制度にまとめられていた。 東小平の一国二制度は連邦システムに由来すると非難されて以降連邦制や統一のために中華人民共和国の国語を変更議論は公式にはされていない。中国連邦主義の議論は文民レベルのみで政府公式の見解は出ていないが中国当局者は長年にわたる台湾問題の解決策としてどんな議題でも 一つの中国の原則の下で議論できるという見解を提示している。2002年に江沢民は三つの可能談を提言した。2012年には国務院台湾事務弁公室広報官、ハン・レイアオは一つの中国を堅持する限り台湾問題について議論することができる。と回答したが、統一に向けての公式議論はほぼ行われていない。 2009年12月25日、北京第一中級人民法院は、反体制派の国家転覆を先導したとして、劉明派に、有期刑11年、さらに2年間政治権利剥奪を言い渡した。一審の判決文で、劉明派の08憲章の中に、多数の国家転覆の先導の意図が見られ、特に民主的な憲法の枠組みの中で、中華連邦共和国を、 設立という部分を非難した中華人民共和国及び中華民国実際の管轄区域。中華人民共和国が中国本土、香港、マカオを支配、中華民国が台湾支配している。島は実際の大きさではなく識別しやすくマークされている。中華連邦共和国は中国共産党第二次全国代表大会における 自由な連邦主義のもと、統一中国本部、モンゴル、チベット、海峡で構成される中華連邦共和国の建国で初めて提唱された。中国共産党第7次全国代表大会においては、国民の闘争との自由連想の革命的な階級連盟の独立、自由、民主主義、統一と繁栄は、新しい民主主義連邦共和国の樹立が改めて表明された。 1991年3月1日、台湾立法委員の下鎌祭は中華社会民主党を設立し、中華連邦共和国の設立と責任内閣制実施を提唱した。1994年、中国本土から亡命した元やそのなどは中華連邦共和国憲法を発表した。1998年2月、中国民主化運動支持者の一部は、 中国民主主義正義党を組織し、大中花連邦共和国の建国を提唱した。2008年、中国の反体制派、劉明派は08憲章民主主義的な憲法下での中国連邦共和国の設立を主張した。中華連合共和国がモデルとしているタンザニアの行政区画この名称は、ユナイテッドリパブリックオブチャイナに由来し、 中華民国国防部元副代表林中、武氏によって提唱された。2004年発表時においては、詳細な部分までは説明されなかったものの、タンザニアをモデルとしているものとされた。タンザニアは、東アフリカ大陸部のタンガニーカとインド洋島諸部のザンジバルから構成され、ザンジバルは中央政府から強い自治権を確保した、ザンジバル革命政府によって統治されている。 この方式を採用することで、両政権に平等な深刻化を形成することが可能と主張されている。2011年1月、オーストラリア・シドニーの南天寺で南天会談が開催された。北京大学国際関係学部国際政治学部長、のりよしとは、タンザニアとタンガニーカの一つの国、二つの憲法の関係について、一つの中国、二つの憲法成立の 参考となると言及した。2011年2月、香港の中国評論は、吉林大学哲学科の修士課程学生の多いの論文を掲載し、タンザニア式の実現可能性を議論した。中華国連は1982年後に台湾立法委員となる長局制によって提案された。彼は中華国連内で両政権を併存させ、 経済や外交関係を確立させられると主張した。この構想の特徴は、中華国連の名の下、両政府が独立した主権を持ち、中華国連への参加や離脱に法的制約が存在しない点である。1996年、元司法委員長、林洋光が、上海で、海協会会長王道官と会談した。大道館は、将来の統一の暁には、台湾が、 自治国の地位となるだろう。と述べた。一方の林洋行は、合意のもとで、台湾と中国本土は同等の地位を有する相互に、自立地域となり、内政や外交において相互に従属しない。中国の名のもとに統一され、中華国連を構成し、中国国家主席が中華国連の元首となる。と言及した。 台湾立法委員の引き票は1984年10月12日、大中国国連を提唱した。この構想の特徴は次の3点にある。各省は独自の内政、外交、国防を行い、各省より上位の権力機構は設けない。国連の形成と修正は各省の承認を必要とする。各省は国連から脱退する権利を持つ。 また引き表は次のようにも述べている。1998年、法明は北京において中国発展連合会を設立平和的な中国統一を目的として中華連邦を提唱した。2001年、中国国民党主席の連戦は国民党16大成功草案において再度連邦制での中国統一を提案した。学術分野での動きとして 朝日科学技術大学の両アキラボが2001年6月、朝日学法第6号、理想主義と現実主義の妥協において、両政権の合意で統一を行う、大中花連邦構想を発表した。2003年、石人志平は、大前健一の中華連邦第4章を研究後、論評記事で発表した。論文では、中華連邦は、短期的な実現の可能性は、 ほぼなく、議論の余地があると主張している。この名前は、収容産の統合理論の選択で提唱されている。初期のソビエト連邦や欧州連合の理想をもとに、一つの主権、両岸の共有と、一つの中国、多元体制を原則としている。各省と民族実治区、国防と外交権を中央政府が掌握する、香港とマカオ特別区、 そして国防と外交権を保持する台湾の良い同盟を成立させるとしている。この花夏の名称は、新大朝以前の古代中国の文化用語に由来する。オクラホマ大学の王、葵はじむが、聖火大学や北京大学の客員研究員であった2002年に漢字文化圏を基礎とする花夏共同体の設立を提案した。手順としては、台湾と 中国本土の統一を実現中国本土、台湾、香港、マカオで自由貿易と統一通貨を実現中国、本土、台湾、香港、マカオ、シンガポール、ベトナム、韓国、北朝鮮、日本、モンゴルの計10カ国と地域において自由貿易と統一通貨権を成立させるというものとなっている。この名称は日本の経営者の大前健一が 2003年の著書、中華連邦論で提唱したもの。この連邦は、経済と文化的な統合に基づいており、政治的な対立は曖昧にされている。英訳としては、ユナイテッドステーツオブチャン h またはコモンウェルスオブチャンウア」が提案されている。この概念は、経済と文化の共通性に焦点を合わせており、シンガポール、日本、韓国等の国家を統合する。 可能性を排除していない。ミスターエンこと坂木原英氏が言及した東アジア漢字経済圏もこれに分類される。この名前は香港の学者陳雲根によって提案された。中国本土、台湾、香港、マカオだけでなく、日本、韓国、北朝鮮、ベトナム、シンガポール、琉球諸島等の中国文化圏、さらには東南アジア諸国が 花夏国連という連邦を結成するというものである。軍閥時代に孫文は連勝自治の実行と南北政府による平和的統一を主張した陳慶明に敗北した。その後に彼は中国はアメリカとは異なる歴史と発展しているためアメリカの連邦制度を導入することは困難である。と主張した。彼の著書、三民主義では次のように述べられている。孫文は この考えに従って軍閥が拡挙する中国の統一を望み、連鎖要求、不助効能を主張した。ありがとうございます。